悔しいですね、本当に非常に。何発かいいの当たってるんですよ。第6回はまあ俺解説やらないといけないんで、ブレイキングダウンとともに海外へ進出していきたいと思います。試合の感想ですか。まあそうですね、まあ、ちょっと急遽、1分ルールではなくてこう無制限で、戦うっていう風にルールが変わってしまって、まあ、ちょっと、まあ、やったことないんでどういう感じになるのかなと思って、で最初の序盤1ラウンド目はこう結構押してて、自分でもそう感覚があったんで、で、まあ、こう2ラウンド目は良かったんですけど、3とか4あたりからもう徐々に体力がなくなってきて、こう全然こうパンチも威力がなくなってきて、ちょっと負けてしまったんですけど悔しいですね、本当に非常に。あともう少しやった、はい、結構その最後の方崩れ落ちてましたね、パンチは効きました。あ、社長の技術社長のパンチ、いや正直全然効いてないです、聞いてないです。ただ本当に体力の問題 で打っても打っても全然倒れないし、 DJ 社長タフっすね。こう何発かいいの当たってるんですよ、俺結構感覚があったんで、全然倒れないくて、どんだけこいつ強いんだみたいな、はい、でもこう結構周りの人らが結構応援してくれて、こう声も聞こえてきたんで、すごい嬉しかったですね、本当に。今回の試合でなんかこういうとこ直していきたいなとか、はい、こういうとこ、まあちょっとやっぱビビって後半ビビってしまったのがあったんで、ビビらずで次はもっと体力つけて、もう本当いきなりこう無制限でやれって言われてもできるように、まあ、結構体力10ラウンドぐらい持つような体力をつけて、はい、でまあ正直ね、第6回はまあ俺解説やらないといけないんで、はい、でちょっとまあ試合は俺は見守ってるんで、はい、そういう感じです俺は正直。まあちょっと様子見ですね。まあ、DJ 社長ぐらいの、まあ、いい感じの相手がいれば、まあ、やりたいですけど、さすがにこうなんか海外選手とか来たらもうね、殺人事件になっちゃうんで、はい、だから、まあ、6回目とかは、まあ、解説でどんどん爆発組んでいって、ブレイキングダウンとともに海外へ進出していきたいと思います。はい、ちなみにさっき立憲くんさんからスプレーをかけてもらってましたが、はい、仲直りはしたんですか。仲直り、あ、仲直りしましたね、つい最近仲直りして、急遽セコンド、やってくれるということで、はい、わざわざ今日来てもらって、そうですね、嬉しいですね。まあ戦友なんで彼とは第4回の出身の時から、まあ、ドラマがあるじゃないですか、ストーリー性が俺と日経くんは、なんかこう一本の映画みたいじゃないですか、日経くんがセコンドやってた、そういう感じが。ちなみに眉毛はどうされたんですか。眉毛、これはそのミクロさんの、サブチャンネルの方で、150キロ球速、野球の球速150キロ投げられるかどうかで、114しか出なくて、で、まあ、罰ゲームで、まあ、みそぎとして、本当は坊主だったんですけど、ちょっとそれはできないと思って、眉毛全剃りに、ちょっとランクを低くしてっていう感じです。ファンに一言、ファンに一言、まあ、ちょっとね、同節40万人でしたっけ、最高40超えたって言ってるんで、本当にこう見ていただいてありがたくて、はい、まあ、今後もね、まあ、いろんな形でブレイキングダウンを盛り上げていくんで、はい、今後も引き続き、応援よろしくお願いします。